アメリカのジェネラルダイナミクス社が海上自衛隊ではほぼ全ての護衛艦と一部の補助艦艇も装備されています。また日本のほか約20カ国の海軍艦艇で採用されております。この高性能数ミリ機関砲の性能は発射速度毎分4500発であり、飛来するミサイルと空からの脅威に対し、最後に船を守る近接防御兵器です。射撃の際、黒いドームの中にあるレーダーにより自動的に目的を常に発砲を行い、目標を撃破する自然自動の武器となっています。東方電機やめ。